2020年7月5日、かつて封印された記憶が今蘇る。俺の心の闇がもう一つの人格、闇こもりに生み出した新たな時代が今始まる。チャ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 ということでですね、こんにちは。こんにちは。今日はですね、皆さんに重大発表があります。それはですね、ついに、有料カードを買っちゃいました。これ買ったんですよ。あのね、有料を昔やってたんですけど、まあ、もう最近はやってなかったんですけど、ちょっとね、アップロードしたいなと思って。動画配信したいなということで、買いましたと。で、買ったのが、まずやっぱり、買い忘れと、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンですよ。誰も憧れる、あの伝説の最強カード、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン。世界に4枚しかなくて、そのうちの1枚を買い忘れとが破り捨てて、さらっと3枚を買い忘れとが所有しているという、あの、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン、またなんかわかんないですけど、まあありますと。で、次にやっぱりバクラ、かっこいいですよね。バクラもダークネクレフやウィジャワンで、マリック、これね、ラーの翼神竜っていうのがもう超激レアらしいんですよ、ね、ここに入ってるらしくて、めったに当たらないらしいんですよ。ちょっと当てたいなってことになってます。あとユーギとジョロウチも欲しかったんですけど、売ってなかったんですよね、売り切れてて。まあ、それはまた今度開けたいなと思うんで、ぜひ見てくれいただけたらすごく嬉しいです。ということでですね、軽く開けていきたいなと思います。まずやっぱりね、順番大事じゃないですか。まず買いバスと一番初め、もう一発目って言えば大事ですよね。で、次に、バクラと。で、最後に、ラーの翼神竜を当てるマイク。じゃあ行きますよ。ではですね、今から、バクラの開封をしていきますと。買いバスと行きます。はい、はい、多分ここですね。あー、名前だけのレア、ブラックバードクロス。よし、次バクラ行きましょう。こっち行きます。あ、これね、バクラって言ったら何なんですかね。どんなんだろう、なんだろう。はい、ここですね、次。おカースネクロフィア。すげえ。なんか、あ、これ絶対当たり、ウルトラレアですよね。カースネクロフィア。すごい。すげえ嬉しい。ということで、ラーの真偽を当てますよ。僕、真のデュエリストには、なんていうんですかね、思ったカードをドローできる、他の、ね、特別な力がありますから、僕は。食うんだ、ラーの翼神竜、入れよう。ということで、いきます。お、はい、次。おウルトラレア、すごい。すごい、すげえ。気候帝 Y0 イニシャルシークレットアプリッション、これ当たり、絶対当たり。すごい、これが当たり。なんか多分これかなり当たりのぼりですよね。ということでですね、ぜひよろしければ次もまた買ってくるので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。